無差別攻撃じゃねえか。パルスに運ぶ前にみんな死んじまうぞ。そういうことか。え？政府の狙いは危険な人間をコクーンから消すことだ。パージ対象者をわざわざパルスへ運ばなくてもここで全員死ねばいい。パルスへの追放に見せかけた処刑、それがパージ政策の正体だ。何が政策だ。そんなの政治でも何でもねえ。知ってたのかよ、軍人さん。パージの主導は政府直属のサイコムだ。警備軍は絡んでいない。サイコムだろうと警備軍だろうと、兵隊は兵隊だろう。パルスのファルシや手先のルシは社会の敵。ルシになりそうな人間も任務とあらば迷わず殺すってわけだ。そいつは迷ったのかもな。殺せなくて逆に殺された。あんたはどうなんだ。任務なら人殺しも平気か。無視かよ。到着か。ああ、あの中だ。ファルスのファルシか。母さん大丈夫？大丈夫よ母さん。私の笑顔が好きって言ってくれたよね。本当は怖かったんだ。いつだってそうだった。
ファルスのファルシってやつは政府のファルシとどう違うんだろうな。できればお近づきになりたくねえもんだがな。飛び移るぞ。え、おい。トリちゃん、負けねえぞ。よし。姉さん。ああ。シャキッとしろよ、大将だろうが。あの子ってどの子だよ。武器。ふぬけた面のヒーローなんて見たかねえんだよ。遺跡で待ってんだろ、未来の嫁さんがよ。早く迎えに行けっつうの。人使い荒い大将だ。なんてこった。邪魔すんなら無理やり通るぜ。
機弾薬を確認しろ。警戒を怠るな。行くぞ。おう。今だ。うれ、音だな。愛がね。なあガド。え？どの子かわからねえならみんな守ればいいよな。なんか悩んでるのか。そんな暇あったら走れよヒーロー。よーダしろって。あいつだ。言いたいことあるんじゃないの？じゃあ行こう。でも手伝おうか。本当大変だったんすから。無事か。ノラは軍隊より強い。ガキどもだよ。一人残らず。みんな守るからな。先に行ってくる。ガキどもを頼む。任せとけ。嫁さんによろしくね。お前は嫁さん、俺はガキか。おいしくねえな。今度おごるよ。嫁さんの手料理な。式のご予定はいつですか。お前らだけは招待しねえ。ふざけんな。ふざけんな。私も。んじゃない。別に言いたいけど。ねえ
多分。やったそれ、あっち。遺跡に入ったらパルスもルシにされるかも。やっぱり僕よろしく。何やってんだ。行きます危ねえやめろ戻れっておいパルスはパルシ、私たちの運命と未来が縛られた。